どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はですね、シーズン8最後のガチャ動画になるんじゃないかと思うんですけども、先日からですね、解放されたですね、ゴータン無比ガチャ、こちらの方を回していきたいかなと思っております。で、数日前からですね、今か今かとこのガチャの解放を待ってたんですけども、いざ回すとなったらですね、なんかこう回したいような回したくないようなっていうですね、複雑な気持ちでいっぱいということになってます。で、その理由といたしましてはですね、シーズン8に入ってからですね、実績報酬、活気報酬、あとスターダガチャという感じでですね、回してきたんですけども、全部大爆死ということでですね、動画の撮り高としてはですね、かなり美味しかったんですけども、僕もですね、強くなるために金をかけてガチャを回してるわけでね、まあ、その美味しいっちゃ美味しいんですけど、やっぱり強くなりたいという気持ちが大きいわけなんですよね。で、今回のガチャでもですね、仮に爆死するようなことがあったとしたらですね、新鮮のモチベーションを保てるのかどうかっていうところがですね、不安になってくるということでですね、すごく今複雑な心境ということになってるんですけども、一応この玉壁の方のですね、15,800 円のやつをですね、もう2回分購入してるということになってるので、後に引けないということでですね、きっちり回してはいきたいかなと思っております。で、ラインナップなんですけど、これ素晴らしいですよね。関寧、周体、聴覚、満潮、花公園。で、個人的には高順と、ゴツとツコツも僕の中では当たりなんですよね。まあ、各種2枚ずつ出てくれたらいいっていうことにはなってるんですけども、なんでこれだけ当たりが入ってるガチャはなかなかないなということでですね、期待したいわけなんですね。でですね、またこれ言うと、不利になっちゃうんで嫌なんですけども、外れといたしましては、この天意とね、宗神ですね。で、最後この女皇と、この3人がですね、超外れということになってて、まあ特に天意なんかに関してはですね、低排出ということでですね、これ引いちゃうとですね、もうせっかくなんだったら聴覚とか満潮来いよっていう気持ちにですね、なってしまうということでですね、極力来てほしくないというのはあります。ただですね、天意多分4枚ぐらいあるんで、2枚ぐらい引けたら貫突するんですよね。で、貫突さえ刺したらなんとか使えんかなっていう気もあるんですよね。やっぱりそのわざわざ低排出にしてるのにはですね、運営さん実は、こういう編成作ったら強いっていうのをですね、隠してるんじゃないかと、公表してなくて実は何かしら使い方があるみたいなこともあるかもしれないなということでですね、まあ天意辛いですけどね、まあまだここは許せると。ただこの宗神と女皇、この2人に関してはですね、マジで許せないんで、来てくれるなといったところですね。で、ピックアップガチャの場合はですね、もうちょっと天井はないということみたいなんで、まあ枚数引けたらというところなんですけども、天井がないっていうことはですね、その分低排出が普段ですね、出る確率っていうのも高くなってるんじゃないかって体感では思いますので、まあその強力な武将ですね、ガンガン引けたらいいなっていうふうには思っております。で、一応どこまで回すかという区切りなんですけども、レア天井はないですけど、天井はあるっていうことになってますよね。なんでですね、これもし天井までガチャ回すとですね、5688禁酒かかるということなんですね。なんで手持ちの禁酒が5688以下になったらですね、天井にたどり着かんままおしまいみたいなことがあるかもしれないので、一旦そこら辺でストップしたいかなと思っております。なんで、もしこれ今から回すガチャ全部天井だったとしたらですね、31,600円かな、課金したにもかかわらずですね、星5武将4枚しか手に入らないということになるわけなんですね。しかもその4枚のうちにですね、先ほど言ったその天意、女皇、宗神みたいな武将が2枚とか3枚とか入ってるっていうことになったら、さすがにもうちょっとモチベーションが保てないかなというところなので、なんとかですね、いい武将を引けたらなと思います。そろそろなんかいい思いさせたいと、見てるご視聴者の方にですね、今回のガチャ動画つまらんかったなって言ってもらいたいところがありますんでね。まあ今もう回す前からバクバクしてて、なんか喋ってることもちゃんと喋れてるのかどうか不安っていうぐらいですね、割とこう気持ちがですね、落ち着かない感じではあるんですけどね、回していきたいかなと思っております。そしたら行きましょうか。はい、まず5回目ですね。はい。スッと出てよ、スッと。スッと来い。うん、来ない。10。とりあえず天井はやめてほしいよな。15。
いきなり深いな。はい、17。もうもうやめ言うてるやんか。なんかこればっかりな気するわ。なんか幸先悪すぎる。はあ、これで3ですね。で、8。13。あ、ちゃう。全力を尽くしまするゆえ、何なりとご指示ある。何回目で出たん、まあ、何回目で出たかはええわ。で、これで4までいくかな。起きた。おっしゃ、おっしゃ。まあまあ、まあ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 、よかった。まあ、完全大爆死っていうわけではなくて、まあここで、ちょっと間挟んでくれたんはよかったな。1枚ぐらいは出てくれましたね。ああ、よかった。はい、まだいけますね。全然いけますね。そしたら、次で6かな。これで6ですね。はい、11。で、16。うん、深いな。これで、21かな。で、26。あ、天井ですね。さあ、次の5回投与で何かが出ます。頼む。もう、宗神、ジョコ、テイ、この辺はやめてくれ。もう、他の手配数おるやん。いっぱいおるやん、いいの。カンネとかおるやん。そっちでええやん。頼む。お願いします。お全力を尽くしやったら出んな、もうお前。2枚ぐらい早くたって一緒やんけ、もう。何回出とんねん。特にいらん言うとるやろ、ジョコウと宗神は。気分悪いな、なんか。助行宗神、宗神聴覚って何これ。次8。んおお、まあまあまあ、宝潤はね、カンストさせたってあと2枚でカンストなんで、まあいいでしょう。で、1万3000か、まだいけますね。枚数は出てるな。ただいらんのよな、もう宗神助行は。次は7かな。12、17で22。ああ、天井かな。27。ああ、天井ですね。ただこの残り具合だったらあと2枚はいけるなっていう感じですね。さあ、どうきたっけ。宗神が2枚と助行が1枚と聴覚と光純が1枚ずつか。まあただこれではちょっと物足らんぞ。もうちょい出てくれよ。はい、来い。ひどすぎへん、ちょっともう。いや、おるやん、他に。なんで？いや、おかしいやろ、これ。おっ、うん、完走しましたね、コウジュンは。まあまあ、ええですわ。ただ、次からこれ、コウジュン出たら、ブチ切れ案件ですよ。どう出るかな。いや、かぶるな、これ、新鮮テーブル。もう回すんやめようかな。なんか、同じのが来る気しかせえへん。ねえ。ただ、あと1枚は絶対出ますんで、もうちょっとまともなの来てくれよ。もう、もうあの3人4枚引いてんのよ。ちょっときついわ。さあ、ほんであと1枚引くまで回しましょうか。5。ん？まあ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 。まあいいでしょう。あと5715か。あと1枚いけるな。これで天井まで行ったらもうこれでおしまいっていう感じかな。天井まで行かなくても、このガチャでおしまいということになりますね。そして行きましょうか。ラスト1枚。誰でしょうか。6。11。16。21。天井かよ。丁寧。お盾となり、我が主を守り抜かん。あー、決まる。舐めとるわ。あー、気も悪いわ。はい、これでおしまいですね。
ということでですね、今回のガチャ結果はですね、見ていただいても羨ましいなって思う人はいないんじゃないかっていうぐらいですね、ひどい結果ということになってしまいましたね。ねえ、これ低配室でも結構いい武将いますよ。これ例えば宗神とジョコをこれ2枚ずつ引いたんが、これ両方なんか関連と加工園2枚ずつとかやったら、まあ超大当たりだったんですけど、これ確率的には一緒ですからね。もうほんまもうやもうちょっと神聖のモチベが保てない。ほんまの超大当たりって超格1枚引いただけですからね。まあまあこんな感じなんでね、皆さんもガチャには十分にご注意ください。はい、そしたら今回の動画が面白かったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。